新人王ステークス北野ダルビッシュ対久保マリーンの大激突。さあ鞭を入れて突っ走る。初登板からの3連勝を狙うダルビッシュが2回とんでもない光景を目の当たりにします。6番イ・スンヨクへの3球目、まさに衝撃でした。昨日復帰したミスターの看板直撃150メートル弾、規格外のパワーを見せつけられ2点を失ったダルビッシュですが、ここから崩れないのが並み居るルーキーとは違うところ。持ち前の負けん気の強さを前面にロッテ打線を抑えていきます。一方5回まで1失点と好投を続ける新人王争いの大本命ロッテ先発久保は6回でした。6番小田に許した痛恨の同点アーチ。ゲームを作りながらも久保6回2失点でマウンドを降ります。そしてダルビッシュも7回2失点と堂々のピッチングを見せていましたが、日本ハムは守備陣が応えられません。延長10回セカンドとショートが打球を見合わせツーベースとしてしまうどころか、なんとなんとガラ空きの三塁をも陥れられる大惨事。するとこの後途中出場の大塚にタイムリーを許し、これが決勝点。ダルビッシュ久保両投手好投の後の結末はあまりにも意外な形で幕を閉じました。10回表ロッテ堀選手のプレーについてバレンタイン監督は、チームに必要な